で、ポイントは、顔で書けない。いいってならないように。こんにちは。高田三郎です。では、ビブラートの練習実践編を行ってみましょう。今日は、ビブラートが、上でも下でもなく、上がって下がって上がって下がって、同じ音を中心に、上がって下がってっていうね、目的の音をまたいで上下に行くビブラートですね。で、これも割と一般的なビブラートです。で、下でも上でもなく、で、これをまずピアノのこの半音をね、頼りに練習していきましょう。で、発音はイでやります。イで、インテンポで必ずやりましょう。で、まずピアノだけ弾くと、ワン、ツー、スリー、フォー。で、早く。さらに早く。っていうのをね、やります。で、イで一緒にやってみましょう。で、このドはね、まあ、男性でも女性でもこう出しやすい音なので、ここで一緒にね、やってみましょう。そうで、この音で、ワン、ツー、スリー、はい。で、まあ、深く考えずに、こう、遊ぶようなつもりで、軽く、喉を軽くね、しないと、こう、早く動けないので、遊ぶような軽やかな気持ちで、イーイーってやってみましょう。では、ピアノだけ弾くので、今度は皆さんだけで頑張って、まあ、楽しんでみましょう。行きましょう。ワン、ツー、スリー、はい。イーイー、そうです。はい、ブレスして、早く。さらに早く。グッドです。はい、半音上がりましょう。3、はい。上がって、下がって、上がって、下がって、早く。そうです。もう一個いってみましょう。はい。そうで、早く。そうです。さらに早く。どうですか？できましたか？じゃあ、止めますね。で、ポイントは、顔で描けない。ってならないように、顔まっすぐ、顎もリラックス。そうですね。で、どちらかというと、こう、喉の中で、喉で描けるみたいな感じですね。だけど、喉を力んで、とかやってもダメなので、まあ、リラックスして、軽やかな声で歌います。そして、はっきりと自分の中で、この、イメージ、こう、絵のようにね、こう、音が、タラララララって線をイメージ、それが速くなるっていう、この視覚的なイメージを持ってやるとコントロールしやすくなると思います。必ずできるようになるので、毎日練習していきましょう。高田三郎でした。